スープストック完全攻略。さあ皆さん、スープストック、うん、うわ食べたことありますか？ない。まあまあまあ、バラバラみたいな。ない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 、あるある結構好き、ある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 、ない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 、ないね、一口もない、一口もない、行かない人は行かないですよね。そうそう、あと駅にね、最寄り駅になかったりすると、なんかやっぱ腹の足しにならん。そう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 、あーなんかこう便秘野郎が飲むし便秘野郎がっていう信念で今まで生きてきたけど、個人的にね、思ってる。ただ今日大阪に変わるかもしれない。そうだ、食べたことないのよ。そう、そう、食わなきゃね。これでいくら、これ確かにこれで570。合宿免許はマジかよ。違う違う、いやこれでだって吉井牛食えんのよ。これでは、そう、ね、まあね、これはそう、フォーが違う、アッパーミドルの一個みたいな。いや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 、まともなエンゲル係数してたらこんなとこ行かないだろ。そうや、満足感量じゃない、満足感。うまいのよ、でもそう、うまいんだ、うまいの、うまいの。中目黒店に売ってるやつも全部買ってきました。すごいねこれ。じゃあもういただいていきます。冷めちゃうし、うん、そうですね、さっささっさ全部どれからいきます？もうみんなおのおの気になったやつ取って、ちょっと美味しかったらみんなで、ちょっとまずあれからいかない？ナンバーワンからいかない？あ、出た。1位、お、そんな最初からいっちゃっていい？オマールエビのビスク。オマールエビとロブスターって同じって知ってる？え、マジ？そう、あれって同じらしいっすよ。そうなんですか。はい、じゃあいただきましょう。いただきます。マールエビのビスクいただきます。1位、1位ね。うまい。あ、うま、あ、うまい、あ、うまい、うまっ、うまっ。結婚式で飲むやつだ。そうそう、結婚式の味。あ、ちょっとあらしくさ、うまっ。いや、まだいっぱいあるの。俺もまだいっぱいあるの。俺うまっ。俺もうまっ。俺はうまい。普段フープストック行かないやから。俺でもさ、うめえ。めっちゃうめえこれ。あれなんですよ、セブンイレブンのエビのパスタあるでしょ。はい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 、あれ系なんだけど、エビの味が全くこっちの方が濃厚。つえー、でもこうさらっといけちゃうみたいな。うめえ、うめえ。え、やっぱ食ったことない3人が夢中になってます。うまい。これもうつけ麺とかにしてもうまいわ。いやいや、麺つけてもうまいから、持ち帰りにして。発想が貧困ですから。でもなんかさ、パンとかってないのかな。パンね、パンも残機ありますよ。1人2個、スープストックなんか会社のめちゃくちゃ近くにずっとあったのに。そうなんだ。1回も行ったことない。パンも行かない。すげーパン。これなんで、こんなパンだっけ。わー、これね、これ違うじゃん、種類。これもうやろうかな。刑務所じゃん、これもう。刑務所じゃない、刑務所です。でも最高の刑務所。アッパーミドルが入る刑務所。アッパーミドル、甘いパン。ボルシチも美味しいっていうよね。東京ボルシチですからね。何、うん、それ。ロシアなんだけど、はいはいはい、東京風になってる。あ、具が結構あるよ。うちもおろっと入ってますよ。おろりと。ボルシチって食べたことないかも、全然。なかなか食べないよね、自分で。ボルシチ屋さんとかないし、ね。いや、これは玉ねぎの甘みとかさ、いただきます。東京ボルシチ。シチューよね。あ、うまっ。うめえ。うまっ。うまっ。うまっ。オニオン。え、世界で一番うまいかも。ふざけんなよ。うますぎる。オニオンスープのもう凝縮してやつ。こんな殴ってでも飲ませろ。いや、甘いんだ。めっちゃうめえ。パンが合う。これすごいパン合うだろうな。すげえ。パン合うか。なんすかこの野菜の酸味と甘みと、うん、玉ねぎちゃんがさ、コクがしっかり。うまっ。これはうまいね。これボルシチの方が好きかも。これうめえ。うん、いや、あ、もうちょっと。いいな。知らないよ。玉って言った。ねえ、直撃接種。あ、これちょっと2リットルで売ってもらった方がいいかも。いや、お店にはありますから。大きいのありますからね。ストックしてる。ストック、あ、これマジでうまい。3位がバターチキンか。いや、バターチキンカレーもうまかった記憶あるな。ね、お店だとカレーライスも食べれるからね。うん。バターチキンカレーいただきます。いただきます。こんなのがね。うまっ。うまいっす、バターチキンカレーだ。なんだこれは。めっちゃうまっ。この前行ったカレー屋よりうまい。普通に思ったよりいい球投げてくる感じ。そう、すごいわ。いいわ。ちょ、来いよっつってこう構えたら、うん、そうダンシュパーンって。あれって、あんなひょろっとしてるくせにビリ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 。肩いいね。思ってたより、いっちゃうぐらいうまい。すげえうまいじゃんこれ。まあ、あと気になったの行きますよ。一、ね、人一人ずつも行ってってさ。一人ずつ行ってって、もう。じゃあ牡蠣の。あ、それ。わー、
秋のポタージュ、それ行きたかったのに、それちょっとくれよ秋のポタージュ。じゃあもう結局もうみんなで飲む、秋のポタージュは行きたいでしょうよ。あ、はいはい、柿も柿入ってんだ、すげえ。柿ポタいただきます。柿ポタね。あ、うん、カキマジでくれ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 、めちゃめちゃカキじゃん。めちゃめちゃカキ、すごい湯だったカキ大変です。あちょ、うますぎる。マジでカキの味です。カキの真ん中のうまいとこよね、そこ落ちした感じ。みんなうまいっつってんだから、うま、結構マジでカキっぽい味するから、苦手な人苦手かもね、カキが苦手な、ね、うん、カキのね、しっかり味。それはこれハンガリー風の牛肉とトマトスープ。ああ、うん、ハンガリー風ってどういうこと？あ、これはうまい。あ、これ熱々の夜中に食べたいな。なんか温まる味がします。はいはい。じゃあ僕はオニオンクリームポタージュ。あれ？クリーム？クリーム。オニオンだけどクリーム。あー優しい。YouTube に載せる声じゃないだろ。自宅の声だったと今。トウモロコシとさつまいものスープ。わー、いいね。すごいね。あ、うまい。うん、あ、でもうまい、ね、コーンポタージュのいい感じのやつ、いいポタージュね、うん、いや、これいいな、全部うめえわ、全部うまいかもしれない。緑の野菜と岩塩です。緑の野菜と岩塩、そのチョイスよくしますね。岩塩、あれあれあっちゃった、あれあれこれ違う、あれあー、トモサンキュー、トモサンキュー、ラディークールのトモサンキュー、トモサンキュー出ちゃった。え、ダメ、俺にはまだ早い。あ、そうか、ちょっとね、スープすぎる、スープかマジの。あ、ミネストローネ、ね、あ、いいじゃん、こういうベタなやつ。確かにミネストローネ飲みたいな。ちゃ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 、うわ、ドロドロ、おい、ミネストローネね、もうね、うん、スープじゃなくて、うん、ちょっと溶けたトマトを食ってみたい。へぇ、そのくらい、ほぼ食、すげえこれ、すげえわ。これ別のミネストローネもある、これ三種の根菜の。あ、根菜？僕らがね、どっちも飲みますよ。ミネストローネは任せた。ちょっと、はい、どっちのミネストローネがいいか。はい。バトルだね。任せる。お、お、探偵。探偵、探偵は今、太陽に、うん、数式がいっぱい。うん、あ、書いてる、書いてる、書いてる。計算してる。どっちもうまい。最悪。イコール、イコールって書いてる。最悪。強いて言うならトマト。あ、ほんと、うん、まあ強いというか、うん、根菜はね、だいぶあの根菜の味強い、ね、ごぼうとかレンコンの味がする、ね、うん、サンラータン気になるね。あ、そういう系の色だね。あ、すごいね、本格の味ですね。本格中華のサンラータンだ。具もなんかちゃんと歯応えがしっかり、シャクシャク、そう、具の感じ強いんですよね、うん、サシストックは、うん、揚げナスのラッサ、あー、それうまそうね。ラッサ、ラッサムって何？ラッサムゴレライ、説明してね、説明して、説明してね、なんでさん、なんでさん、なんこれ、ボニーさん、ボニーさん、ボニーさん、ちょちょちょボニーさん、え、酸っぱい、へぇ、酸っぱい、え、なんこれ、ラッサム、え、ちょ、全然わかんない、うまいけどね、シチューの、え、カヌレが、なんこれ、なんか、うん、金持ちの友達ん家の匂い。え、家のとこね、家のカレー未満だね。そうそう、カレー、でもこれにカレーを入れたらカレーになる、うん、でも美味しい、美味しいよ、ナスがちゃんと、うん、やっぱりエビうまかったじゃないですか、はいはいはい、エビのフレンチカレーっていうのあるんですよ。あ、うまそう、エビとカレーよ、うわ、絶対うめえじゃん、エビいっぱい入ってる、コクがうまい、わー、絶対うめえじゃん、エビいっぱい入ってる、いただきます。加藤亮、うん、加藤亮、あ、うまい。そんなもん、そう、食べたわ、そんなもん、これはでもやっぱカレーってよりはスープ、サムゲタン、あー、いいですね、サムゲタンもあるね。サムゲタンを飲んだことはなくて、え、なんか、そうなの、結構その鶏スープだからね、あっさり、あっさりしてんだ、ああ、うん、初めて食ったけど、今までこういうの食ったことあるね。なんだそれ、なんで、なんでないこと。風の時とかね、いいよね。そうだ、うん、風だね、うん、これは、うん、全然驚きない。温かいともっとうまいですよ。あ、そうなんだ、うん、そう、ちょっと冷めてきてるから急いでさ、はい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 、もっと食っていこう、うん、気になるやつ、このカレー行こう、トマトと鶏肉の、あ、カレーね。じゃあ僕もトマトと鶏肉のシチューと、シチューとカレー、あー、いいですね、違
違うかも。カレー版対決。いただきます。シチューカレー派、私はシチュー派。どっちが勝つか。ワイはカレーや。どちら、みんなどっち、どっちが勝つ、どっちが勝つだ。どしも食ってる。うまえ、うまい、うまい。ドロー。まだうまこだらねー。しょうもない対決。いや、どっちが多分うまいです、これ。あ、これうまいな。あ、いいな、これ。カレーも食わして。あー、美味しい、シチュー。マジなんか、ちょうどいい、ね、チャンネルがいつになく和やかな回になってる気がする。なんか優しいな。スープ食べてるとこうなる。そうだね。あ、でも全然違うわ、カレー。アテクシ見つけました。なになに、なにそれ。正統派、ブラウンシチュー。あー、いいじゃん。ブラウン。デミグラスソースみたいなことなんでしょうね。ブラウンソースって。そうそうそう。松屋にあるやつ。見た目松屋とどう違うかってことですね。お、今までで食ったシチューの中で一番うまい。これはマジで。肉、肉、肉食って、肉。シチュー1位。ちょっと、ちょうだいよ。うまめっちゃ、やばい。うまーい。ちょうだいよ。これやばい。うめえ。こんなうまい、うめえ。あ、これ、頼もう今度。これだな。あ、そんな。これだ、これ。この玉ねぎのね、甘さ。このクリーミーな感じ。あー、めっちゃうめえ。これ、これ。これはうまい。これだ。意外とそのね、デミグラス的な濃さがなくて、そう、玉ねぎの甘み、オニオン、オニオンですね。うん。あと肉がホロホロ。肉の旨味がすごい。これはうまいね。これだ。これはうまい。これもパンだな。うん。パン合う。僕1位ですね。うん。エビと卵の泡雪スープ。泡雪スープ。泡雪。あ、デミオロメンねって言うと思った。デミオロメンが出ちゃった。出るか、出るか。お、ん、お、ん、です。出ないんかい。です。あんかけみたいなの。ピンとこない。ピンとこず、うん、エビ餃子の中みたいな味する、うん、エビシューマイ。ブラウンシチューがうますぎちゃった。毎日こんだけあったら毎日っていいもんね。これあるわけじゃない。辛そうだし、いいんじゃないですか。あ、あ、辛いやつあんの。ユッケジャン。あ、ユッケジャン。ユッケジャンスープ。ユッケジャンってあんま食わないけど。めっちゃいいじゃん。お尻爆発しちゃう。辛いやつ。大丈夫、大丈夫。させときゃいいのよ。させときゃいいのよ。辛みがちゃんとね。いただきます。あ、じゃあサラサラ。サラサラ。うん。うまっ。マジで、マジ。これ、辛い雰囲気だけあって、全く辛くない。まあ、辛くないな。結構なんか赤いやつが浮いてるよ。最初ね、辛いかなと思うんですよ。でも、1ミリも辛くない。旨味だけがある。ネギか、ピンか。あ、パプリカか。パプリカの辛みか。うめぇ。はぁ、あ、はぁはぁ、あ、ね、うん、え、こうだったのユッケちゃんって。知らんかった。ほんとだ。全然辛くない。え、むしろ、ちょっと辛くてもいいぐらい、いいぐらいだね。パ、うん、まあ、プリカが唐辛子の味に似てんだろうね。うん、いや、すごいわ、ね、これ。逆に優しいの。そうね。かぼちゃのスープ。あ、はい、あ、いい、どんどん。あ、あと、鶏のポタージュも。鶏のポタージュ。これ、天一ってことじゃない。天一だ、確かに。ポタージュ。天一じゃない。天一なるか。天一の味。ドロドロ。うわ、あ、もうこれ天一だ。天一超えじゃない、出したら。コラーゲン質がすごい。今は下がって、ちょっと固まってきて。ここにあったの、これ。あ、でも天一っぽいかも。マジ？マジ？ちょっとキノコっぽくもある、うん、あ、うっすら天一感あるね、うん、どんな探すことないね。無理やりいいよ。ちょっとイタリアンなコラーゲン感がある、うん、なるへそね。かぼちゃのスープはかぼちゃのスープでした、うん、なるほど、ね、まあまあ、やっぱりベタなやつなんだ。安心もさせないとね。おいしい、おいしい。ビーンズスープ、あれはビーンズスープ、スープ。これはなんかミネストローネ的なやつ。そう、ハリーポッターが食ってそうかな。確かに。あ、うまい、うまい、うまい。あ、うまい、辛い、辛い、辛い、うまい。途中から上がってきた。プチプチ感がめちゃいい、うんうん、朝起きれる人が意外と嫌な食感はない。ちょうどいい、ちょうどいい。うまい。柔らかさがちょうどいい。あ、すげえ、辛みもちょうどいい。これあれだわ、ホームステイ先で飲みたいの。いいホームステイ先だな。2人のホームステイですね、うん、これ。イチジクチャツネのキーマカレー。あ、チャツネってね、うまいって言うよね、うん、あ、うまうまい。このカレーうまっ。え、なんかめっちゃいいカレーだ。気になること言ってくれるじゃない。腹いっぱいなんだけど。やめて。うまいの。なんか、なんだこれ。チャツネかな。チャツネって何。チャツネって何。綾波レイになんか甘いさ。最近になってよく聞くじゃん、チャツネ。チャツネね。マンゴーチャツネって何。甘いやつでしょ。飴色。なんか飴色までさ。甘くした。芋状にしたもん。多分。うめ。これうまい、うまい。コクがすごい。うまい。
これうまいわ。ああ、ナンが欲しいかも。うん、いやこれなんか本当、うん、ライスライスとか欲しい。すげえうまい。すごい美味しい。うん、すげえうまい。甘い。これすげえうまい。甘い。これも頼もう今度。うめえ。果実の甘みが。これすげえうまい。生姜入り和風スープも、あ、そういうのもね、言っとかないと片付けるかも、うん、カリフラワーとひよこ豆のスパイシーキーマ、あれ、なんか不思議なキーマ、え、不思議な顔、新年会、絵本不思議なキーマご飯がなくても、これ単体で、うん、なんかいけるようにちゃんと調節されてる気がする、スープとして優秀ということです、ちゃんと食べ応えがあるように具材とかも入れて、うん、なるほどね、そうそうそう、じゃあ不思議なキーマ、それ不思議なキーマ、いや、これはですね、ナスと牛肉の辛くないキーマ、うん、うまっでもちょっと、あ、これも不思議なキーマです、不思議なキーマ、不思議なキーマはやっぱ具材が多い、甘い普通のキーマより複雑な味が、あと今ね、東京チキンカレーも食べたんですけど、まあうん、バターチキンカレーよりちょっと辛い感じでした、なるほどね、なるほどね、カシューナッツのホッダ、うまい、ホッダって何、何食ってんの今、何これいや、ホッダーでしょ、ホッダーすごいよこれ、ちょ何これ、ホッダー何これ、うわ、いや、辛、最後変なな、辛、うん、変なの、最初甘くて最後辛い、これ何に合うの、面白い、こんな食ったことないんだけど、甘、しょっぱ、辛ホッダー、ホッダー、それがホッダースリランカ風カレー、ココナッツカレー、あ、カレーなんだこれ、ココナッツなんだ、カレーなんだ、カシューナッツをココナッツミルクで煮込んだやつらしい、なんてことしてんだ君、めちゃくちゃだな、すごいね、これはホッタはすごいよ、チップとデリーが食ってるカレーってことだ、デリーってデリーデリーってカレーに引っ張られてヤタトゥイユカレーじゃない、あ、これはヤタトゥイユカレー、これでラストじゃない、うん、はい、まあ普通にうまい、いや美味しい美味しい、カレー全体ね美味しいから、ね、全部うまいわ、オイリー完全攻略できた、うん、これで、それでやっぱオマールエビのはめちゃくちゃ美味しい、美味しいね、間違いない、スープだけどみんな結構脂っぽくて、うん、しっかり味付いてないですか、そうね、そう、いやだから満足感高い、そう、確かに生姜用で、別におっさんもね好きだと思うんですよ、こんなのね、なんとなくこう満足感だけ得て、もう今日これだけにしとこうみたいな感じで、うん、それでもう終わりの飯かと思ったら、うん、意外としっかりこう、うん、そうなんだ、ね、味があるね、生きてるふりしてるやつが食うと思ってたよね、思ってたらも全然違う、ここでした命そのものが全然違うでもやっぱ、うん、トップ3にあのビーフシチュー、うん、ブラウンシチュー、ブラウンシチュー、はいはいはい、入りますよね、僕1位だそれ、意外とイチジクのチャツネ、いやこれうまかった、うまいね、イチジクチャツネ、これも入るな、もうみんなで決めるかも、じゃあ1位、全体で、チャンネル全体で、はい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 、僕はもう決まってるな、1位は、え、どっちだろうな、ブラウンシチュー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 、あー、まあでもブラウンシチューか、ブラウンシチュー、これを食った方がいい、1位ブラウンシチューで、うん、2位はキーマだな、僕このキーマ、え、キーマ、へー、あ、チャツネか、チャツネ、そうね、ダクモトレうまいよね、イチジクチャツネ、ボルシチも好きなんだよ、ボルシチもうまいね、ボルシチもうまい、まあでもカレーかな、カレーだな、僕も3位はマルエビカレーだよな、覚えてくるかもね、いや確かにそうだね、やっぱスープストックっていうものに対して抱いてた、うん、イメージが今日全く変わる、ま、もうね、こういう店か、松屋だと思いました、もはやね、うん、高いけどさ、500円小田の量で牛丼買えんじゃんってなるけど、うん、その牛丼のうまさをキュッとやったらそれになるそう、ね、そう、これは素晴らしい、なるほどね、あ、ちょっと行くわ、行こう、行くわ、僕も行く、恥ずかしい、今までの自分が、昼ご飯だから変わるしね、うん、というわけでね、はい、皆さんもスープストック完全攻略してください、はい、ありがとう、いや、うまいね、感動した、最高、全部うまい、ブラウンシチュー最高、ブラウンシチューやばい、全部うまいわ、食べて、家では作れない、うん、チャツネのキーマもうまい、うまい、うん、食べてから美味しかったらチャンネル登録して、うん、してから食べに行ってもいいかもね、うん、まずかったら解除して、うん、おもろくなりたい、自分をもっと好きになりたい、人生をおもろかせたい、おもろを学べる場所、おもころチャンネル、地獄に落ちろ、地獄に落ちろ。
いっぱい学んで頑張った分、おもろは君を絶対に裏切らない。おもろくなりたいって思ったら、そこがおもろのゼロ丁目ゼロ番地。モンゴルおもろくなったね。おもろけ人生おもころチャンネル。